平成25年の問題児括弧5の問題です。N 枚カードがあって、それぞれ1から N までの数字が記入されていて。で、このカードの中から無作為に4枚、これを抜き出す。で、このうちに、2番目に大きな数字を表す確率変数を Large X。で、この時に Large X イコール K となる確率。というのはこのような式で表される。また、期待値がこのような値になるというふうな問題です。この問題にはヒントがついていて、この R 倍のこのようなコンビネーションというのはこのような式で表すことができる。このようなコンビネーションのシグマというのはこのようなコンビネーションになると。このヒントを使ってこの問題は解いていきます。では、回答に参りましょう。まず、この Large X が K となる組み合わせというのは、このようにして、Large X が K、2番目に大きいということは、K より小さいところ、K-1 枚から2枚を選んで、で、なおかつ、K プラス1以上、すなわち N-K 枚、ここから1枚を選ぶということになります。その組み合わせ数というのは、K-1 枚から2枚を選ぶものと、N-K 枚から1枚を選ぶ。それを掛け算で表される。で、なおかつ、全組み合わせ数っていうのは、コンビネーション N の4というふうになりますので、この X が K になる確率というのは、コンビネーション N4 分の今求めたコンビネーション K-1 の2、かけるコンビネーション N-K の1という形になって、これが丸1から丸3というふうにして回答になります。で、あとは期待値を求めなくてはいけないんで、この X というのは、このように、値は3から N-1 まで。2番目に大きい数なので4枚取ったのか。3から N-1 までと。で、これに対して K かけるその確率と。で、それを先ほどの確率、X イコール K の確率を代入すると、このような式になります。で、先ほどこのようなヒントがありましたので、これを使うと、この今、赤の四角で囲った K 倍のコンビネーション K-1 の2というのは3倍のコンビネーション K の3になる。そうすると、この EX、期待値のシグマの中、この部分ですね。これというのは、このようにして、この K カッコ、K のコンビネーション K-1 の2というのは、3倍のコンビネーション K の3になるので、それを代入してあげると。で、次に N-K というところを N プラス1と K プラス1というふうにしてあげます。そうすると、あとは、コンビネーション K の3を分配してあげて、このような式になります。で、この中の K プラス1倍のコンビネーション K の3。で、コンビネーション K の3というのはパーミテーションを3の階乗で割ってあげると。そして、無理やりですね、ここの K プラス1を、パーミテーション K の3の中に入れてしまおうと。そうすると、パーミテーション K プラス1の4という形にすると。で、最終的にコンビネーションにしたいんで、分母を4の階乗にして、では、これが元と同じようになるように、ここを4つけるという形になります。そうすると、4倍のコンビネーション K プラス1の4という形で表すことができます。よって、先ほどのシグマの中のこの式の、ここですね、K プラス1倍のコンビネーション K の3というのが4倍のコンビネーション K プラス1の4というふうになることが分かりました。これから先ほどの期待値の式。これはこのような形で、今、期待値のシグマの中を計算していましたので、それがこのような形で表されるということが分かります。で、もう一つヒントがありました。このようなコンビネーションのシグマというのはこのような式で表されると。なので、
コンビネーション K の3のシグマというのは、コンビネーション N の4というふうに表すことができる。同様に、コンビネーション K プラス1の4のシグマ。ただ、ここが4と K イコール3という形で、このヒントのものは両方とも U になっていると。ここがずれているので、ずれないように、K プラス1というのを L と置いて表してあげると。そうすると、L イコール4から N までのコンビネーション L4 という形になりますので、これでヒントを使ってあげる。そうすると、コンビネーション N プラス1の5という形になります。そうすると、先ほどの式に対してそれぞれ代入してあげると。このような形になります。そうすると、これですと計算が可能になるということです。ここで、コンビネーション N4 分のコンビネーション N プラス1の5。これを計算すると約分ができて、5分の N プラス1というふうに表されます。よって先ほどの期待値というのはこのような形で表されて、先ほどのこの部分ですね。これはこの5分の N プラス1になるということで、このように両方とも N プラス1を使って表すことができるんで、最終的には5分の3、括弧の N プラス1という形で、これが丸4番、丸5番になります。よって丸1番が M、丸2番が B、丸3番が S、丸4番が J、丸5番が E というふうに求まります。